てですね、ここは大阪会場です。大阪朝日ホールでこれから公演をするところです。今まだ準備中です。準備が整いました。服を着替えて、これからですね、発声練習をしたり、こう肩回しをしたりしてですねこう声を出す、運動を始めてから登壇いたします。だいたいこうヘムシがですね、急に話し始めるとこう出てくるんですね。そうすると咳をすると、聞いてらっしゃる方に耳障りなので、まあ、その咳を出し切ってですね、そして登壇をすると。そして急にですね、話し始めると体がね、ぎこちなくなるので、もう事前運動をですねバンバンやってですね、そして声を出す、そして登壇いたします。頑張ります。今日の木村よし子の気になる銘柄、まずは昨日行われました大阪公演にご来場いただきました皆様ありがとうございました。お足元が悪い中、また新型肺炎が流行っている中ですね、ご来場いただきましてありがとうございました。この講演会は日中開催ですので、働いてる方とかね、ちょっと学校に行ってる方とか、なかなか出てこれない時間帯だと思います。13時から16時ですからね、主に退職金を上手に運用してね、なんかヒントを得たいなっていうのはね、ご年齢の方が多くご参加いただいております。もし今後ですね、またぜひこういうのに興味あるっていう方はですね、日本証券新聞社、これ100年近くのですね、歴史のある老舗の証券新聞なんですけども、こちらが開催しておりますので、ファックス並びにお電話でですね、次どういう講演会があるのっていうお問い合わせをいただきましたらば、お近く の会場のご案内が行きますので、私以外の先生いっぱいいらっしゃいますしね、いろいろな講演会をお聞きになって、何かご自身の、ね、資産を増やす銘柄と出会っていただきたいなと思っています。で、今日はこの27日は、不動産リートの、ね、お話が4社続きまして、その後私でした。まあ、私の時間がちょっと、ね、押し押しで45分間でしたけど、まあ、銘柄ね、当日ご案内するんですけども、ちょっと書ききれない方もいらっしゃるのでね、そういう方には、まあ、ちょっと年賀状の書き損じでよかったら、それをねベースにしてパーッとね、銘柄印刷したものを送りますよって言ったらね、ご自身の住所を私にメモ書きで書いてくださった方がいましたので、早速ね送ろうと思っています。まあ、当たるも八卦ですからね、まあくまでもご参考になればと願っております。さてですね、今日の木村よし子の気になる銘柄なんですけれども、新型肺炎、生物兵器説が出てきましたので、まあ、こちらもね押さえておきたいですよね。さて、ワシントンポストに紹介されている記事なんですけども、武漢ウイルス研究所から意図せずウイルスが流出したんではないかと、中国の生物兵器を研究している元イスラエル軍の情報官のダニー・ショーハム氏が、実験のために1500株以上の各種ウイルスの分離株を中国はここの場所にストックしてるんじゃないかと。この場所というのは2018年設立の正式名称、中国科学院武漢病毒研究所ですね。で、ここではですね、バイオセーフティレベル4、致死的なレベルのですね、致命的なレベルのウイルスを扱うことができる研究室と言われております。まあ、中にはね、そうした話はフェイクニュースなんだという説もありますから、まあ、鵜呑みにしてね、わーわー言うのもちょっとね、何かと、なんだなと思うんですけども、まあ、やりかねないですよね。日本だって、戦争中ですね、731部隊で生物兵器の研究をしてたわけですからね。それは考えるでしょう。どの国だってやっぱり生物兵器っていうのをね、今、何もミサイル飛ばしてドンパチやるだけが戦争じゃないということですよね。情報兵器もあれば、地震兵器もあるでしょうし、気象兵器もあるでしょうし、生物兵器もあると思います。で、研究してるうちに、何らかの、ルートで漏れてしまったというのは十分考えられますよね。そうなりますとですね、人間の気持ちっていうのはこうなるわけですね。これ正規分布図ですけども、確率論でよく使う図ですよね。今私、皆さんの気持ち的なレベルはここに来てると思います。ここに何かもっとすごい、複合的な恐怖心が、走るようなことが出てきますと、ここに来ちゃうわけですね。ここがピークです。そして怖い、気持ちのピークになりますと、どういうことが起こるかと言いますと、これね、マイナスが逆転してますけど、ちょっとご容赦くださいね。
相場はこうなるわけです。ビューンと。で、マイナス3シグマになることはまあ滅多にないんですけどね。ここにもし達して、ここから図抜けてしまうような相場になることだってあるわけです。中国が今回何らかの方法で持ち直すことは十分あり得ると思いますけども、でも経済的なね、痛手は相当負ってるはずですから、今年後半なんかとんでもないことがまたあるかもしれないですよね。今はマイナス1シグマかマイナス2シグマぐらいに突っ込んでいくようなところに差し掛かってるなと思います。まあ安値拾いをねして、今、大阪夜間の日経平均先物、日経先物は2万3000円すれすれぐらいですから、ひょっとしたら2万3000円割れるようなね、展開が2月前半にあるかもしれないですね。そこを買うとまた踏み上げられていくっていうのがね、まあ、考えられるシナリオですね。だから突っ込みは買いたいなと思いますね。そして、例えば中国からどんどんいらっしゃるというお客様が、まあ、こんな騒ぎでも、春節で出るのはちょっと禁止と言われても、昨日大阪で結構ね、中国の方いらっしゃいました。で、とはいえ、まあ、数は減ってますよね。なので大阪静かでした。あ、久しぶりにこんな静かな大阪にいられるなと思うぐらい静かでしたけどね。でも、まあ、これから先ちょっと一服しますとね、いろいろな中国のお休みがありますから、いらっしゃるんでしょうね。そうすると、検査薬でちょっとチェックしましょうというようなことは十分考えられますので、まあ、こうした銘柄ね、上げておきました。で、私はやっぱりお客様に、紹介するときは、あんまりね、ピンピンの高値のものをね、掴んでいただいちゃったりすると、後々その方がちゃんと売り抜けられるかなっていうことをすごい心配なので、やっぱり基本的に持ちこたえられる PR 低めの銘柄、PBR が一倍割れしてる銘柄なんかがいいと思いますよね。こちらなんか、ミューチュアルっていうのは、PBR 一倍割れですからね。なのでぜひね、売り抜けられる銘柄を買ってもらいたいなと思っています。で、チャートをですね、これ動画を止めていただいてこれをメモしてですね、このチャートがどうなってるかっていうのをチェックされるといいと思うんですけど、まあめんどくさいっていう方はですね、まあ私が代わりにちょっと調べた結果もご案内しますね。例えば今の表には入れてませんけども、大塚ホールディングスっていうのは検査キットをやってますよね。で、PER は 21.2 倍で、PBR 1.53 倍、配取回りが 2.05 倍。もうちょっと安いところを買いたいですけどね。まあ、こんな銘柄もあります。検査キットですね。それから血液検査のファルコさん。久しぶりですよね。キュッと上がってきました。でも、PER は 14.4 倍、PBR 1.18 倍、配取回り 2.25 倍ですからね。まあまあ、まだ勝算あるんじゃないかなと思いますよね。ちょっと、あんまり急騰したところを買うのはね、あれですけども、ここまで上がると利確する人も出てくると思うんで、まあ、2000円割れるみたいなところがあったらね、十分勝算があるんじゃなかろうかと思いますよね。なので、臭い銘柄としましては、まあよくこういう時にどさくさに紛れて動き始めることが多いのは、稲リサーチみたいにね、ずーっと死んだふりでピューッとね、急に上がったりすることがある銘柄ですけども、まあこういった銘柄もあるし、もっとオーソドックスな銘柄がいいっていう方は、さっきのね、大塚ホールディングスのような会社もいいし、それからさっきのね、ファルコさんのような地味ながらしっかりした会社もいいと思いますよね。ぜひね、こうした相場でもいろいろ儲けの種を見つけて、ご自身の資産を増やす努力をね、していただければ嬉しいですね。それではまた明日も、何か材料を探してお届けしたいと思います。